プラス A をご覧の皆様、斬撃戦国バサラ豊臣滅亡真田幸村役にて出演いたします、前田龍太郎です。いや、やっぱりその緊張しますし、で戦国バサラでいうと幸村と政宗っていうのは主人公っていうか二人の物語だと僕は思ってるので、その中のこの主軸に選んでいただいたっていうのはすごい嬉しいことですし、でもその分プレッシャーも大きいですし、だからその前任の方々が作り上げてきたものをよりよくこうできるように努力したいと思ってます。いや、なんかやっぱりいいですね、気合が入りますね。この自分の新しいこの衣装にこう袖を通した時に初めてこう鏡で自分のこの衣装を着た姿を見て、あ、大丈夫だ、ちゃんと真田幸村になってるなっていうのをやっぱりちょっと不安ではあったんですけど、見た時に、安心できたので良かったですね。やっぱり盾ですかね。で、自分がその盾の経験とかがあんまりなくて、でもその中でこの日本の槍っていうのをうまく使いこなせるかっていうのが不安ではあるんですけど、やっぱりそこが多分一番メインの部分ではあると思うので、そこがすごい楽しみです。僕にとってのプラスアルファはアニメですかね。なんか今言ってくれた息抜きみたいなのが僕にとってのプラス A ですかね。プラス A をご覧の皆様、ありがとうございます。今回斬撃戦国バサラで真田幸村役を演じさせていただきますが、多分その新しく総区が入れ替わって初めての舞台になるので、いろいろ僕もそうですし不安なところはあるんですけれども、一生懸命務めますのでよろしくお願いします。